ダカールプラトーク東に浮かぶゴレ島ゴレ島は、セネガルの首都ダカール沖合の島。過去には、奴隷貿易の拠点として栄え、世界遺産に登録されている。島全体が、ダカール市の19の行政区の一つ、ゴレ区となっている。海上から取られたゴレ島主令によるゴレ島地図、セネガル共和国の首都ダカールの沖合約3キロメートルに、浮かぶ。島は、東西3 0 0ル 南北900メートル、面積28ヘクタール程度と小さい。セネガルでは、最古のイスラム教のモスクも残っている。1815年に統治国だったフランスが、廃止するまで、奴隷貿易の拠点として栄えた。かつての奴隷収容所が、島内に残っている。1444年、ポルトガル人が到達する。1628年、オランダにより占拠される。以後、 イギリスとフランスが領有争いを繰り広げるが、最終的にフランス領とされる。フランスはフランス革命の際1794年に奴隷廃止を宣言したが、1800年、ナポレオンの最初の妻であるジョゼフィーヌとボワルネの父も、富裕なマルチニークの農場主であった。1815年3月100日天下の際に、ナポレオンはイギリスの関心を得るために、 奴隷貿易を廃止した。奴隷貿易が廃止されると、商業の中心は、リュフィスク、ダカールへと移った。1872年3類と共に、フランス式のコミューンが置かれた。ダカールも当初は、ゴレコミューンの一部だったが、1887年に、独立した。1891年ゴレには2100人、ダカールに8737人の人口があった。 1926年には、ゴレ700人、ダカール33,679人となり、1929年に、ゴレは、ダカールに統合された。現代のゴレ島の地図1960、1978年に、ユネスコの世界遺産として登録。奴隷貿易の拠点として栄えた史跡を背景として、負の世界遺産にも数えられている。 1996年の行政改革に伴い、ダカール氏の19区の一つとしてのゴレコミューンが復活し、旧市役所が再利用されている。ゴレコミューンの議会は5年に一度選挙され、区長は議員により選ばれる。2002年以降の区長は、オーギュスタン・サンゴール。2003年、アメリカ合衆国のブッシュ大統領がセネガルを訪問した際の首脳会談の場所となる。 階段の期間中、島民を退去させるなどしたため、第二の奴隷などとして、セネガル国内で大きな避難を浴びた。島内には、かつて奴隷の収容に使われていた奴隷の家が残されている。また、セネガル女性博物館、ゴレ島セネガル歴史博物館、イーボン海洋博物館の三つの博物館がある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された。この島を主題にした音楽作品に、イアニス・クセナキスのチェンバロとアンサンブルのためのゴレジマに手がある。ありがとうございます。